これね、鳥羽さんがね、キャンドル・ジュンさんの痛烈批判ってのはめちゃくちゃ面白いんですよね。結局行ったんですよね、長野の新店舗にね。もうなんか、無敵の人になっちゃったんですかね、鳥羽さんね。辞めるからね。代表も辞めるし、背負うものがなくなったって感じなんですかね。行ったみたいですね、長野にね。オープン初日に姿を現したってなってるんですよね。本当に欠席するって話だったんですけどね。そしたら、そのと、もうよりによってトースポのね、トースポの記者に、気さくに話しかけてきた。記者だと思ったよって話しかけてきたらしいですね。そしてキャンドル・ジュンへの感情をぶちまけたと。鳥羽さんはその交換日記についてね、あれ普通に考えて結構近い人間にしか渡さないですよ。でも僕文春で言ってますけど、手帳も手紙も一個持ってないんですよ。相手方がスクショしたりとかあった時に、その手帳に返事書いたりしてる感じなんで、僕ら側から流せることじゃないとなると、一人しかいないっすよね。だって、どっちかしかいないじゃないですか。当人同士は流す理由ないから、うちの奥さんか向こう側しかないわけで、僕は何も持ってないから、家にも。だからうちの奥さんがリークすることは難しいですよと。案にリークしたのは純子であることを匂わせてると。文春にあれを流したのは、キャンドル・ジュンだっていうふうに、鳥羽さんは思ってるってことですよね。キャンドル・ジュンさんの最近の報道なんかに対しても、だってボロ出るじゃないですか。そういう暴力の話とか、俺が謝罪してないって言われてるけど、ああいう風な素行があること知ってるから、普通に弁護士なしで会うなんて非常識じゃないですか。だって僕だって刺されちゃうかもしれないし、僕は弁護士通して連絡もしてるし、慰謝料請求とかって当人同士でやらないなんて当たり前の話だしと。まあそりゃそうだけど、でもそもそも原因作ったのお前だろって感じですけどね。非常識を言うんだったら、あんた一番非常識なんじゃないのって感じですけどね。ね、寝取らなきゃね、略奪しなければそういうことをしないわけですから。キャンドル・ジュンのことを鳥羽さんは調べた方がいいと思いますよ。俺もめっちゃ情報集まってるし、あの会見見ればわかるっしょ。最初の30分なんなんだよって思うっしょ。手紙の存在知ってるって言ったじゃないですか。だからおかしな話じゃないですか。子供に謝罪しろって言ってますけど、僕は向こうの子供と仲は悪くないから別に。まあ真実はいずれ明らかになるんじゃないですか、と予告。向こうの子供と仲悪くないですからって言ってるけど、親はキャンドルさんですかね。何を言ってるのかなって逆に思いますけどね。大丈夫かなと思うんですよ。続けて、普通に考えて自分の奥さんがイカれてるとか言わないでしょ。子供のこと考えてるっていうのに、子供の血縁関係とか公の場で言うのもおかしいと力説したと。なんだろうな。子供の血縁関係にしてもね、前のは岡澤さんの子供だっての、公でも知ってるんじゃないですか、普通に。で、もっともっと言ってるんですよね。不倫についてはもういいんですよ、俺が謝って。ただ、俺より悪いやついますよ。この件に関して俺たちより悪いやついますよ。ちゃんと冷静に見た方がいいよ。おかしいじゃん。あんなん出てさ、あのタイミングで、それであの会見やって、どう考えたって誰が得してるのかって。でもちょっと頭悪いから喋りすぎちゃってさ、俺にムカついてるんだとは思うけど。頭悪いっていうことをね、必ず言うんですよね、この人はね。まずトースポに喋る方が僕は頭悪いと思うけどね。で、キャンドル・ジョンに謝るつもりはないらしいんですよ。理由はちゃんとあるし、例えば僕が広末と結婚する、しないかもしれないか分かんないけど、そういうふうに思ってるんだとしたら謝る必要ないっしょ。火遊びだったらすいませんってなるけど、彼女も離婚したくて助けてあげるって感じだったら別に謝罪する必要ってないじゃん。てかさ、振られたやつがメソメソめめしく言ってるだけの話っしょ。だったらお前がちゃんとやっとけって話だしさ、と。だからここら辺がね、ちょっとね、ホリエモンっぽいんですよね、感覚がね。だから、これは広末がもともとキャンドル・ジュンとうまくいってなくて、俺が助けてあげたんだっていう、ちょっと自分はいいことしたんだ的なね、言い方に僕は聞こえるんですよね、これをやるとね、言われるとね。で、あと、振られたやつがメソメソめめしくしてるだけの話です。だったらお前がちゃんとやっとけって話さ、って。だからっつって略奪していいって問題じゃないじゃないですか、と僕は思いますよね。そこはちょっと常識がちょっと違うんじゃないのって感じがしますよね。何も止まらない鳥羽さんは、俺の方がちゃんと法律守ってる。向こうは暴行傷害ですからね。それなのに同列で扱われてどうなのって思うし。クソっすよ、あいつは。それ分かった上で、あんな泣き落としみたいな。まあ、でも出てくると思いますよ。不貞行為なんて10ぐらいあるんじゃないですか、俺が知ってる限り。マジで、ああいうやつ抹殺された方がいいですよ、ほんと。俺の方がまだ純愛でまともじゃないですか。しょうがねえなって感じじゃないですか、とまで言ってるけど、これひどいなと思いますけどね。
これ本当にこんだけ言ってたら本当こいつやべえやつって思いますけどね。これすごいなって思います。クソっすよあいつは。それ分かっておいてあんな泣き落としみたいな。マジああいうやつは抹殺された方がいいですよ本当。俺の方がまだ純愛ってまともじゃないですかって。自分は正当化なんですよ略奪しといて俺の方がまだ純愛っつってますよ。で寝取られたキャンドル・ジュンさんは抹殺された方がいいと。暴行傷害ですかね。でもそれも分かんないですからね。なんかそれもなんか鳥羽さんがなんか誰かにリークし誰かに言って週刊誌に売らせたんじゃないのっていうのだって分かんないじゃないですか。それもだから何が本当で何が嘘なのか全く分かんないけど、まあ明らかになってんのは略奪したのは鳥羽さんだってことですよ。寝取ったのが鳥羽さんと、で寝取られたのがキャンドルさんっていう、まあそこだけははっきりしてますよ。で今こじれてるってことだけはちゃんとはっきりしてると。でそれを単に自分みんなそれぞれ自分のことを正当化して訴えてるだけと。でそれに対してじゃあ反論みたいな和田アッコさんみたいなこと言うと頭悪いんだよねあいつはっていう風に言うっていうね。これを見てる限りはどっちもどっちですけどね、やってることはね。これどうなのかなと。え、鳥羽さんって今後やり直して聞くのかなって逆にこれを読むと思いますけどね。どうなんだろう。